はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はね、まあ明日から1100万ダウンロード始まるというわけなんで、新キャラ誰が強いかっていうのをちょっとやっていこうかなっていうふうに思っておりまして、まあ初心者さん向けにやっていこうかなと思います。で、僕のね、初心者さん向け動画結構出してるんですけど、わりかし結構好評で、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。あ、ごめん、僕花粉症ですわ。新キャラ、計4体来まして、この限定のヒツガヤ隊長、普通のガチャキャラのシュナイダーさんとトシで、限定の闇団長、この4人なんですけども、誰が一番強いか、どのキャラがおすすめかみたいなことをちょっとやっていこうかなっていうふうに思っているんですけども、まずは、一番最強のキャラをもう一番最初に言っておきますと、こちら挽回完成したヒツガヤ隊長、このキャラが今回の新キャラでもトップというか、全キャラ含めてもトップクラスに強いんじゃないかなと僕は思いますね。っていうのも、まずステータスが優秀すぎる。 HP12000 超えで攻撃2600っていうめちゃくちゃ強いんですよ、この性能は。で、必殺に関してが 500% ダメージ&氷結2ターンっていうのが恐ろしくて、まずこの氷結っていうのは、まあ相手さんを状態異常にすると2ターン継続的にダメージを与えることができるっていう、だから必殺を打たなくても、まあ相手さんにダメージが入るっていう、まあポケモンとかでもよくある性能になっているんですけども、まあそんな感じで思ってもらったらいいかなと思うんですけども、まず数のダメージ500% なんですよね。で、攻撃力2600から放たれる 500% っていうのはだいたい3万ぐらいなんですよ。必殺1個割り3万って、まあ限定キャラ並みのめちゃくちゃ強い火力になっているのにもかかわらず、その上から氷結ダメージが入るんで、まあ必殺1個割、まあ約4万5万ぐらいは入るんですよね。これ異常で、必殺1個割4万5万超えてくるキャラなんて全くいません。マジで、まあ、5本の指10本の指ぐらいにしか入らへんのじゃないかっていうぐらいの、キャラになっておりますね。火力的にはもう12分にいける。イベントでも使えるし、もちろんのこと決闘でも使える。で、決闘での性能が半端なくて、もう言っておくと、多分このヒツガヤ隊長今後最強になると思います。このヒツガヤ隊長を持っているかいないかで今後決闘の勝率がバカほど、まあ変わるんじゃないかなと思うんですけども、っていうのも、以前まで流行っていたやけど、まあ、耐久パーティー、まあ、2枠目に日の神炭治郎を積んで、鬼滅の刃のね、日の神炭治郎を積んで勝つみたいなパーティーがめちゃくちゃ流行っていたんですが、それでまあ上位ランカーの方たちはそのデッキばっかり使っていたと言っても過言ではない時代がありました。まあ言ったら覇権を握った時代ですね、日の神炭治郎が。なんですけども、最近やけど潰されてきまして、日の神炭治郎があんま活躍できなくなったんですよ。そん時に満を持して登場したこのヒツガヤ隊長。この隊長は日の神炭治郎の氷結バージョン。まあ言うたら、以前覇権を握った性能の色違いみたいな感じなんですよね。もう強いやんそれっていうのがこのヒツガヤ隊長ですね。問答無用で課金して引きに行く方もいらっしゃるんじゃないかなと僕は思います。僕もね、めっちゃ悩んでんねんな、引きに行くかどうか。まあ前までさ、この普通のガチャキャラを、あ、ちょっと待って、あ、フリーズ、バグ治っていきまして、前までこの普通のガチャキャラを取りに行くって僕は言っていたんですけども、ちょっとね、この隊長の性能を見てから課金して引きに行きたいなと思ったんですよね。まあ課金はね、できるだけ僕あんまりやりたくはないタイプなので、今ある4000ルビーで、まあなんとか抑えていこうかなと思ったんですけども、この体調を見たらもう課金めっちゃしたくなったんですよね。っていう僕のね、あんまり課金しない欲をもうバカほど燃料詰めてくれたという、蒸気機関車に燃料ぶち込んで今にも走り出しそう、そういうぐらいの気持ちなんですよね。どうしようかなってマジで悩んでるっていうぐらい、このヒツガヤ隊長は強いです。はい。で、2番目に強いキャラクターは、まあ、闇団長ですかね。まあ、限定キャラなんで、闇団長の方が強いと僕は思いますね。まあ、なんですけども、ちょっとね、微妙
まあ、もちろんのごとく限定キャラとか取り除いてキャラ全体で見たら、まあ、もちろんのごとく上位に、まあ、この闇団長はいるんですけども、限定という括りで見た場合あんまり強くないんですよね。まあ、っていうのも、まあ、体力タイプの、まあ、19700という体力、これは、多分全キャラでトップの体力を誇る。この闇団長いるだけでパーティーの体力底上げになるんで、わりかし耐久のできる、だからイベント向けな感じですね。で必殺技に関しては、合計 567% ダメージ、これね、めっちゃえぐいこのパーセンテージは。でダメージ軽減貫通するんで、まあ、そういうギミックにも対応してると、そういう強みもあるんですけども、元の攻撃力が2200なんで、まあ火力は言うて知れてますわ。はい、まあなんですけども、まあ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 っていう感じですかね。で友情技もちょっと微妙で、邪魔プチと必殺を除く最下段横1列を虹に変換して HP16600 回復で、2ターン緑と青の必殺ダメ 16% アップっていうのなんですけども、まあ、これもねあんまり僕使い方がよくわかんないというか、団結でもちょっとパーセンテージ低いし、ちょっとどこで使ったらいいかわからん性能になってるんですよね。これやったらもっとね、普通のガチャキャラで強いキャラクターいるので、ちょっと友情が微妙な感じにはなってますね。で特性に関しては、呪いターン3短縮&攻撃 22% アップで、自身の行動前に、緑変換というわけで、まあ、このキャラはねメインのイベント要因ですかね。決闘とか団結、まあ、団結はワンチャンかもしれんけど、決闘では全く活躍しないんじゃないかなと僕は思う。火力要因やったら他にもいるし、まあでもイベントやったらもう 100% 輝くっていう感じにはなってますね。そんで普通のガチャキャラ、このお二人なんですけども、このお二人に関してはもうね、決闘東洋がもう一番分かりやすいんじゃないかなと思いますね。決闘をそこまでガチっていない方からしたら、このキャラ2人とも、まあ、そんなじゃないかなって個人的には、まあ、思うんですけども、っていうのも、まあ、ダークシュナイダーさんは友情技がもう決闘でめちゃくちゃ使われている友情技、相手のダメージアップ、必殺技ダメージアップを1個解除するという、これ決闘でめちゃくちゃ使われている性能なんですけども、まあ、これはね決闘勝ちたい人、まあ取っておくべきなんじゃないかなと思いますね。で必殺技もまあ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 、特性もまあまあという感じです。で都市に関しても、友情技、まあこれも決闘でめちゃくちゃ使える感じですね。で必殺技、まあ都市は若干イベントでも使えるかな。必殺技が爆弾解除、これめちゃくちゃ面白い性能で、必殺ダメアップ持ってるんで、都市は結構強い感じにはなってますね。で、特性でまあさらに必殺ダメと、まあ、耐性つくという感じになっているんですけども、っていうのが新キャラ4体の性能やったんですけども、まあ記念キャラどっち引くかで迷っている方はぜひとも筆ヶ谷隊長を僕はおすすめしたいなというふうに思っておりますね。でまあガチャキャラ、普通のガチャキャラに関してはこれルビー2250ルビーでどっちかが確定というガチャになってるんで、これねめちゃくちゃお得、2250でクソ強いキャラ、これ両方当たっても言うてどっちにしろ勝ち組っていうガチャになってるんで、これはね30連は引く価値僕はあるんじゃないかなと思うガチャですね。で余ったルビーを、どっちかにぶっぱするっていう感じ。まあ僕は、この筆ヶ谷隊長がおすすめなんですけども、まあでも闇団長もダメージ軽減等々貫通するんであれなんですけども、やっぱりねこの筆ヶ谷隊長がもうどぎついマジでえぐい性能なんで、まあこの隊長を引いてからこの1100万ぶっぱっていうムーブが個人的に一番いいんじゃないかなと思う。まあルビーそして課金、まあ、ご利用は計画的に